皆さん、こんにちは。防災おじさんです。今回は、小学生の防災講座の第2回、危険を予測し、避難する、です。危険を予測するには、第1回で話をした防災マップで、日頃から自分たちの住む場所の危険を確認しておきます。そして、地震の発生や、 台風が近づいてきたら、気象情報などを集めることが必要です。避難することについては、市役所で気象情報などを集め、避難情報を発令します。今回は、気象情報と避難情報の関係を説明しますので、注意すべき避難情報を正しく理解しましょう。まずは、津波に関する情報です。 地震の後に津波が発生すると命の危険を及ぼす災害が発生します気象庁からは地震の後に津波が発生することが予想される場合に津波注意報津波警報大津波警報が発表されます市からは避難指示の避難情報を発令し 海岸付近のスピーカーから放送するので津波想定浸水区域にいる人は直ちに高く頑丈な建物や高台に避難します大雨が降ると気象庁からは重大な土砂災害や浸水害が発生する恐れがある場合に大雨警報が発表されます さらに土砂災害の危険が高まった場合には土砂災害警戒情報が発表されますまた河川においては川の増水や氾濫により重大な浸水害が発生する可能性がある場合に洪水警報が発表されます市からは状況を判断し 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を発令します。緊急安全確保は、すでに災害が発生した可能性が高い時に発令される情報です。その場合、避難所への移動などは、かえって危険なので、今すぐ取れる命を守る最善の方法を取りましょう。 最後に皆さんに伝えたいことがあります。地震発生から避難指示までの発令には数分かかることがあります。海の近くで大きな揺れを感じたらすぐに逃げることが重要です。大雨の時も避難情報を待っていて逃げ遅れることがあるので雨が小ぶりの明るいうちに避難するなど 早めの避難ができるよう家族で話し合っておきましょう。